社恩碑とは、山梨県甲府市の甲府城石内にある記念碑である。この記念碑は明治40年の大水害など、度重なる水害によって荒廃した山梨県内の山林に対し、明治天皇より山梨県内のご領地の歌詞が行われたことに対する感謝と水害の教訓を後世に伝えるために1 9 2 2年に建設された。社音島ともいう。敷地は、 東西24.5メートル、南北33.6メートル。コンクリートによって敷き固められた基礎地盤の上に、加工岩を48段、約16.4メートルの高さに積み上げて、これを石部みの中心地業績とし、その上に高さ60尺の石部みが据えられている。石部みは下部は7尺の、上部6尺の、 合計11個の加工岩を積み重ねたものである。中心地業石と石踏みみの中央部には3尺の穴が開けられ、中に鉄筋が挿入されている。中心地業石を取り囲むように台座と被害が設けられている。台座の大きさは53尺角、高さ3尺5寸で地上から12尺の高さにある。台座には階段が設けられて昇降可能となっており、 周囲は展望台となっている。台座の中央にある、被台は31尺角、高さ24尺5寸のパイロン型である。石踏みの建設で使われた石材の総重量は414,490貫になる。石踏みの正面に彫られた記号は山形有友の筆による。また、裏面には山梨県知事の山脇春樹の千文による碑文がある。 山梨県の明治時代は、頻発する水害との戦いの連続であった。親とい外国人として1879年に来日し、河川などの治水工事の指導に携わった、ローエンホルストムルデルは、1882年に発生した塩川、釜梨川流域などの山梨県内の水害の原因について、全て側の下の主因派第一上流及びその支流の、 山にありと指摘している。ムルデルによる指摘の通り、水害が頻発した背景には、開墾や工業化による山林の破壊、燃料とするための山林の乱伐の進行があった。これは、爆反体制の崩壊と明治新政府への政権交代の結果、地産がおろそかになって、山林の荒廃が進んだことも大きく影響していた。明治40年の大水害。 甲府市緑町にて撮影。明治40年代には1907年、1910年の二つの大水害が記録されているが、そのうち前者の水害はとりわけ被害が大きいものであった。明治天皇はこの災害を有料し、自重費の日支博を山梨県に派遣して実態を視察させた。明治天皇は救済として内土金五千円を貸視し,したため、山梨県民は この措置に深く感謝し、県議会も上層分を決議して感謝の意を伝えた。当時の山梨県知事、武田千代三郎は災害の前後策に尽力したが、在任の期間が短かったため成果を上げることができずに転任した。その後任として1908年6月に熊谷喜一郎が着任し、山梨県内の被害状況を視察した。熊谷は、 水を治めるためには、まず山を治めることが重要として、地産に優れた人材の確保を考えた。ただし、水害の直後で県の財政は急防の時期であったため、内務大臣にその窮状を訴え、山林技士の年俸1000円の交付を申請して、採択された。当時岡山県で技士を務めていた中村三郎を1909年7月に、山梨県の技士として採用し、 技術任務課長の職を与えて、地産の指揮を取らせた。1909年7月から翌1910年に、渡って、山梨県下の河川主要流域ごとに、林野、河川、及び高地等の現況調査が実施された。調査の結果、県内の林野のうち9万ヘクタール余りの荒廃した林地が存在していることが判明し、 主要河川の水源地付近の林地に崩壊地が5000ヘクタール余りに及んでいて、ここから一雨降るごとに多量の土砂が押し流されることが分かった。その中でも入会保領地の後輩が最も華々しかった。この整備については入会保領地を主観する区内省と住民の理解と協調、そして草木の払い下げ問題が永年の懸案として残っていた上に、 内務省や農商務省とも関わってくるので、これらの所管庁と協調して、林野調査を行い、実情の認識と将来の方針を定めることが最適とされた。1910年5月、内務省議士、近藤千太郎、農商務省議士、松並秀美、提出林野管理局医士、江崎正忠が顧問として移植された。3名は、 同年6月28日から7月1日にかけて、北駒群稲崎町と北駒郡朝日村、中駒郡玄村と中駒郡明穂村及び、中駒郡、酒木村、南駒郡増穂町と南駒郡梶川町及び、南駒郡五海村、東厚城郡、黒駒村、東山梨郡新金村の調査を行った。この調査の結果によって、 直ちに臨時臨や調査顧問会が開催され、今後の方針として協定事項が定められた。しかし、同年8月、山梨県はまたも大水害に襲われたため、御領地払い受けの計画なども実行しがたい状況に陥った。1911年3月11日、明治天皇は度重なる山梨県の水害を憂い、 県内にある入会御領地をすべて県有財産として可視し,した。この時可視された入会御領地は大庁面積298,203丁7畳7世15歩、見込み面積が約16万4千ヘクタールであり、山梨県のリニア面積34万ヘクタールの約半分であった。熊谷山梨県知事は同年三月十五日に臨時県議会を招集して、 恩試験有財産管理カリ規則及び恩試験有財産に関する予算を提案した。県議会の議員一同は、明治天皇の計らいに深く感謝し、議案を満場一致で可決した。ついで明治天皇への天恩に報答するための上標文が議員から定義され、こちらも満場一致で可決された。山梨県内の入会ご領地が可視されたことに対して、 県民の感謝の念は大きかった。山梨県はこれを末永く記念するために1912年3月、歌手の沙汰があった3月11日を、恩師林記念日と定めて、毎年記念式典を行うこととした。特に県内にある小中学校には、記念日当日の明治天皇のご沙汰書の報読と、この趣旨の訓話を行うように通達した。切り出された石を運ぶ様子。 建設現場の甲府城天守跡広場で加工される社運費中が空洞になっている様子がわかる。五菓子に対する社意を表す方法について、当時の山梨県知事、武田千代三郎、熊谷喜一郎らを中心に検討を重ねた。結果、大水害の歴史と五菓子の運を構成に伝えるためには、県民の注目を集める場所である県と甲府の中心に位置する。 甲府城後に社運費を建設するのが最適と考え、1917年3月、町議での決定を経て選ばれた官民68名で構成される社運費建設委員会を発足させ、建設予算、石踏みの構造、碑分などの計画案を審議し決定した。同年の4月、山梨県議会は建設予定地である甲府城市内の陸軍所有地を購入し、 同7月に総額45,991円の建設予算案が承認され、同12月に自賃祭が行われ県の直営事業として建設に着手した。建設地点は甲府城石旧本丸広場南西に定めた。設計については、まず県の当局者により延望の可否などに、 配慮の上で作成したものを、明治神宮造営局三余工学博士である伊藤忠太及び、同局技師である大江慎太郎に検討を依頼した結果、下部7尺角、高さ60尺のオベリスク型に決定された。社音ヒーチ選定の経緯に関して、検品の地盤選定に関しては、大江技師再最,最新の注意をもって、調査をし本丸広場南西隅に当たれる核壁に、 直角をなせる一宮都市と1922年発行の山梨県林聖紙に書かれている。社音碑に使用する石材は、恩賀市に深いゆかりのある、東山梨群新近村萩原の恩寺林内にある、加工岩が選ばれたが、この巨大な加工岩を、どのようにして、炎山から甲府まで運搬するのかが問題となり、中部鉄道管理局からの助言もあり、巨大な原石を、 輸送可能な11個に分けて採石して、これを現場で積み重ねる方法が取られた。石踏みは耐震対策を重視し、1891年に発生した能美地震から大森ふ基地が導き出した大森公式をもとに設計した。そのため、石踏みの中心に穴を開けた鉄筋コンクリート造りとなっている。 1923年に発生した関東大震災において、甲府市は震度6の揺れが発生し、甲府城も城壁の一部が崩れるといった被害を受けたが、遮音費には全く被害がなく、石踏みみが揺らぐこともなかったという。1919年3月、河口岩でできた11個の石踏みみが13日間で、組み立てられ、台座周りの石組み等、 同年12月までに完成した。この社温費全体で使用された石材は69平方メートル、最終的な工事費は99,528円であった。竣工記念式典は1922年9月27日、元知事である熊谷喜一郎、上山光之進三局長ら五菓子関係者三列の元挙行された。 1950年4月4日に行われた第1回全国、植樹祭は山梨県で開催された。昭和天皇皇后臨席のも約2000人が参加した式典は、甲府市三宮町の恩師圏有林で行われ、檜の,の苗木1万本が植樹された。植樹祭終了後、甲府城跡を訪れた昭和天皇皇后は、社温碑のある宮典下課台へ上り、 吉江勝康山梨県知事による恩師林の言況説明、また、上席の一角では招待された複数の年配者に言葉をかけるなど、甲府市民の歓迎を受けた。1967年から1968年にかけて、甲府上席総合学術調査団によって、甲府上総合調査が実施された。調査団は報告書において、将来的に甲府上跡を指摘。 または、公園として整備するにあたっては、各所にある記念碑などについて、吟味を加える必要があると論じた。そして遮音碑については、周辺の岩石は、設理面が発達しており、ことに遮音塔のように荷重の加わっている部分では、ひび割れ、等も見られるので急速に補強工事を施す灯を撤去して、危険を除去することが望ましいと提言した。 その後1987年、山梨県は、舞鶴城公園整備計画を策定することになり、なるべく、追記当時の姿に復元するという基本方針を立てた。そのため、築城後に建てられた石碑等は、移設が決まったが、遮音碑については、県民の理解が得られないという理由で残されることになった。遮音費は大水害の教訓や森を守る、決意の象徴として、 山梨県の県有林のシンボルであり続けている。甲府城天守台から南、西方向へのパノラマ写真。社温日越しに、甲府盆地、南アルプスを望む。2014年3月11日撮影。撮影当日の3月11日は103周年式典日。社温日下部の石垣に、式典の紅れない白幕が見える。ありがとうございます。